こんにちは、ワールドリエタスです。今日はですね、9点の脱毛器を紹介していこうと思います。イエーイ。えい、皆さん9点の脱毛器はご存知でしょうか？私ね、いつもランキングの上位、もうほんとトップ5ぐらいに毎回入ってる脱毛器があるんですよ。でそれをちょっと前に購入して使ってみたのでレビューをしたいと思います。購入したよっていうのをインスタグラムに上げたところ、もう非常に多数の方からちょっとレビューしてくださいっていうことでリクエストをいただきました。ありがとうございます。1ヶ月ね、試してみた結果を報告するのと、まあ、使い方も一緒に紹介していきたいと思います。お店での脱毛経験があることを前提にお話をしていこうと思いますので、よろしくお願いします。こちらなんですね。じゃじゃん。脱毛ができたりとか、あとは美顔機能もついているものらしいんですね。一つ買えば60万発打てるんですよ、光をね。まあ、光のレーザー脱毛っていう感じになるんですけど、まあ本当に全身も顔もそうだし、体も全部使えますよっていうやつなんですね。で、まあこれは本当値段がいつもセールとかでいろいろ違ってくるんですけど、私はタイムセールとか使って7500円ぐらいで購入しました。でもその時によってちょっと価格が変わるので、それはこうちょっと参考程度に見てもらいたいなって思うんですけど、やっぱり気になってる人が多くって、脱毛ってね、本当にもう一生の悩みだと思うんですよ。本当に毛が薄い人って羨ましいなって、私も剛毛がね、足とか生えてきちゃうからすごい思うんですけど、なかなかね、脱毛サロンだとやっぱすごい料金も高いし、通うのもめんどくさいし、予約取るのも、まあ、私が脇をやってた時代は今わかんないけど、予約を取るのがもうすごい大変で、全然行きたい時間に予約取れないとかね、そういうことが結構あったりして、なかなかこうスムーズにいい感じのペースで脱毛するっていうことができなかったんですよね。でそれがすごい不満に感じてて、というところで、まあ、自宅でどれぐらいできるのかなと思って、これをちょっと注文してみました。こういう箱に入って届きます。そしてね、すんごいこのお店を早く届けてくれて、もう3日ぐらい多分届きました。すごいスーパーダッシュで送ってくれたお店だったんですけど、結論から言うとすごい良かったんですよ。良かったから紹介していきたいと思います。で本体自体はね、こんな感じの大きさなんです。小さいんです。なんかドライヤーみたいな感じに見えません？ふぃーってドライヤーみたいな感じなんですけど、これが脱毛器と美顔器になっちゃうよっていうやつなんですね。ボタンがね、2つしかないから、説明書を見ながら最初はちょっとやんなきゃいけないので大変な感じもするんですけど、逆にね、いろんなボタンがないから迷わず使えてます。光をね、発射する場所なんですよ。光を当てる範囲はやっぱりちょっと狭いですよね。だから全身やるとなると、もうピッ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 、手の甲で多分12回ぐらいやんなきゃいけないんですね。だから60万発って結構使えるとは思うんですけど、例えばもし本当に全身やりたいってなったら、60万発で本当にツルツルになるのかって言われたらどうなんだろう。でも手とか足とかだけとかだったら、全然多分60万発で足りそうな感じがしてますよね、っていう私の感想なのね。で多分私みたいなすごい雑な性格な人がやると、こうこの範囲だから結構こう、なんだろう、隙間なしでこうやるのが結構難しくて、確かにすごい効果が実感できてて、1、2週間とかすると毛が抜けてくるんですよ。抜けてくるって、こうちょっと引っ張ってみると、スルってもう本当にもう生える力ありませんみたいな、スンってこうやられるがままに毛が抜けてくれるんですね。それが効いてるっていう証拠で、私も脱毛サロンで脇をやってた時は本当にそんな感じだったんですね。脱毛サロンと同じような効果は得られてるなっていう感じはしてます。してますよ。でこれでまず電源を入れます。ピッ。そうすると1からね、ちょっとすごい見えにくいですけど、1から9までね、レベルを上げることができます。で私は結構脱毛の痛みに強いタイプなので、9で
やっちゃってるんですけど、例えば顔とか本当デリケートな場所にやるときは本当に弱めにした方がいいです。でそれで耐えられそうだったらちょっとずつ上げてみるみたいなやり方がいいと思うんですけど、こういうサングラスがねついてるんですよ。でそれでこうやって発射していくっていう感じで、私夜な夜な一人で子供たちを寝かしつけた後にこれを家で一人でやってるんですけど、もう本当にすっぴんでパジャマってか授乳服で髪の毛もグッとまとめてる状態でこれをこうやって夜な夜なやってるから、すごいキモいの自分ほんとキモって思うちゃう感じなんですけど、そんな話はどうでもいいからやってみます。まずこれをね、ここをねカチッと押すだけなの、本当にいきます。パチッ、これだけ、これで1回です。でこれでカチッカチで、レベル9だとこれぐらいのスピードでやっていくような感じです。もっと低いレベルになるともうちょっとポン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 ってこう打てるようになるんだけど、強いレベルだと結構間隔がね空いてやるような感じになります。1回10分やったら10分休憩して、10分やったら10分休憩してっていう感じでやらなきゃいけないのはちょっと難点かなって思うんですけれども、私は結構編集の合間とかにやるので、最初にやって、10分経ったら編集してまた10分後ぐらいにまたやってみたいな感じで、何かとこう交互にやるのがいいかもしれない。まあ1日1箇所って決めてやっていくのもいいと思うんだけど、そうするとね結構ね忘れちゃう、あれどこまで、膝下やったっけ、膝上はまだだっけみたいな感じで私の場合忘れちゃうので、まあ紙に書いとくとかねメモしておくとかが大事だなと思うんですけど、まあそういう使い方もありかなって思います。まあだから全身にやるには結構大変だけど、もう本当にお店でやるののね、全然値段がもうね、10倍ぐらい違うと思うので、もっとかな？お金をかけずに、でもちゃんと脱毛したいっていう方は、これはすごい使えると思います。で、そしてなんか私は、もう1ヶ月使ったんですけど、まあでもまだあるけど毛穴がねなんかちょっとずつね目立ちにくくなってきてるかなっていう感じはするし、毛の入るスピードはちょっとずつ遅れてきてるなっていうのは少しずつ実感はしてるんですけど、でもまだまだ全然もっとかかると思うので、毛のサイクルってねこう何パターンかあると思うんだけど、サイクルでまた生えてくるし、生えてきたらまた当ててまた抜けてっていうのを何回か繰り返していって、で大脱毛できましたっていう風になると思うので、まだまだかかるんですけど、でもやっぱり脱毛サロンと同じようにちゃんと毛にアプローチして数週間後に抜けてっていうのができてるので、本当にサロンと同じような効果を得られるんだなって思っています。私はちょっと美顔器として使ってないので何とも言えないんですけども、脱毛器としてはもう本当に非常に優秀なもので、これが7500円で使えると思うともうマジで買った方がいいです、今すぐに。で今から始めたら多分夏までには間に合うと思うんですよ、ある程度ね、ある程度で、最初のうちはちょっと短いペースでやってって、だんだんペースを空けてゆっくりやっていくっていうような使い方ができるみたいなので、今コロナもあるのでおうち時間で脱毛できるってなったらもうこれがすごい最高だと思います。まあ、サングラスは光を遮るためにあるけど、サングラスしててもねテレビとか見れるんで、テレビ見ながらこうやってると10分なんてねあっという間に過ぎちゃうので、これはね本当にね超おすすめできる脱毛器です。まあ、またね本当にもう絶対生えてこなくなったよってなったら、また皆様に、まあ、インスタか何かの形でご紹介していこうかなとは思うんですけども、今のところ効果を感じられている脱毛器なので今回紹介させていただきました。概要欄の方にも商品ページ貼っておきますので、よかったらこれチェックしてみてください。これはマジでねおすすめです。本当に毛で悩んでる方はぜひぜひ使ってみてほしいなと思います。ということで今日は9点の脱毛器をご紹介してみました。いかがでしたでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。